同じことをですね、細谷さんと日高さんにも、日高さんにもやっていただきたいと思います。前にお進みいただいてよろしいでしょうか。よし、行けババア。よしよし膝が曲がってないよ、膝芯だよ、膝芯になってるよ。膝芯、膝芯で何。それでは、お二人で膝が曲がってないチャレンジしていただきたいと思いますが、まずは、じゃあ細谷さんのプロフィールを日笠さんに当てていただくということにしたいと思いますが、よろしいですか。私が当てる、当てる。まずは、そうさせていただきたいと思います。聞いてましたよどうしたんだよなんだあいつ情緒不安定みたいよし来い。よし、大丈夫ですか。大丈夫ですか。じゃあそれでは行きましょう。で、細谷さんのプロフィールを日笠さん当ててください。60秒スタート。出身地は。さっき出たね。さっき言ってた広島。おお、正解。誕生月は。ヒント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 。え、もう過ぎた。寒い寒い寒い。12月。不正解、ブブーなんで正解で言いそうになったんですか好きな食べ物は。好きな食べ物ね、寿司ネタ、寿司ネタ。寿司ネタ、寿司ネタ。だけど、だけど魚の形をしていない。待って、あ、分かった、カッパ巻き不正解好きな動物は。動物、結構普通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 。犬猫のどちらか。そう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 、どっち。だから犬猫のどちらか。どっち。二択な。二択、二択、二択。犬。正解。後輩方。そしてかつて行ったことのある国。ああ、じゃあこれだけ答えましょう。ないです。なんで。なんでじゃなかった。ちょっと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 待ってください。今の完全に。あの、最後なんですけど。なんで答えたの。だってかつて行ったことのある国、かっこ日本以外ってないもん。なんで私が答えれたかもしんないじゃん。なんで答えたの。え、天然ばっかか、ここ。細谷さんね、ちょっと天然なんです。ちょっと細谷さん。え、なん、え、頑張って細谷さん。わ、気づいてないのか。気づいてないみたいなんで。細谷さんね、まだ自分のミスに気づいてないんです。そうなんです。応援してあげてください、皆さん。え、どういうこと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 、どういうこと。かつて行ったことのある国でしょ。もう私がなし。細谷さんがね、言っちゃダメだったの、まだ。私がなしって言って正解ってなる感じだったの。あ、ごめん。かわいいね、ほんとね。さて、でことで、ただですね、あの、2問正解してるんで20ポイントゲット。すごい。じゃあ今度は逆に行きますよ。今度は、日笠さんのプロフィールを、はい、細谷さんに当てていただきたいと思います。はい、これはこれで相当見どころがありそうな感じしますね。それでは、日笠さんのプロフィールを当ててください。60秒スタート。苦手だった学校の科目。数学。ピンポン。お、すげえ。得意なスポーツは。なんかあのバレエ。吐き捨てる。なんかあの違うよ。こえ、もういいです。あ、分かった分かった分かった。あのなんか2回答えたら次パス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 。見てて見てて見てて。最近ハマっているものは。ちょっと何進んでるんですか。あと大丈夫かよ。最近ハマっているもの。ハマっているもの何。ヒントヒント。ダンス。違うよ違うよ違うよ。何回も答えられるの。そういうシステムなんですか。ワインワインワイン。お酒。違うよ。パス。得意な料理は。出た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 。ヒントヒントヒント。出た出た。卵焼き。習ってみたい外国語は。ヒントヒント。最後これだけ。うわ、すげえなこの戦い。習ってみたい外国語は。細谷さん、イタリア語。それ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 。正解。いや、おめちゃくちゃだな。おい、すごいですね。会場中が分かっていて、細谷さんだけが分かっていないことがいっぱいありますね。パスとかシステムないんじゃないの。パスはないよ。言ってさせたらブーって言われて次行っちゃうから。そうなんです。それでよかったんですけど。そうなんですか。ええ、もう細谷さん終わってしまいました。すみません。ええ、すげーなー。先ほど の答え振り返りたいんですが、出身地は広島できてましたよね。はい、はい。続いて細谷さんの誕生月は。寒いって言ってましたか。2月です。あーあー、惜しい。10いらなかった。うん、うん、まあ、寒いまでのヒントが出たらほぼ正解当ててほしいところですけどね。続いては好きな食べ物は。ウニです。
ウニ寿司ネタで魚の形をしていないとおっしゃってました、うん、気持ち悪い。なんでウニっていう人初めて見た。ウニ美味しいね、ウニ美味しいね、うん、ほらウニ好きな人多いと思う。あ、そうですか、あ、そうですか塩ウニが好きですよ、塩ウニが。私、イクラがね、食べれないの。イクラじゃん、イクラじゃん、ウニじゃないじゃん。すごい、細谷さんからツッコミを引き出した、今すごい。では、そして最後はですね、かつて行ったことのある国、日本以外はもう分かりやすく、日本以外まだ行ってらっしゃらないということでよろしいですよね。はい、はい、はい、じゃあそして、苦手だった学校の科目、これは氷川さんに聞いたことですが、数学が苦手だったと。まあ、理数系が苦手で。理数系が苦手で、本当に。いや、もう見たら多分分かると思うんですよね。うん、なんか見たまんまだった。見たまんまでしょ、うん、バカでしょ。うん、そんなことない。本当はそう思ってるでしょ。そんなことない、そんなことない。そう思ってる、そんなことない。国語は得意そうだよ、国語は。うん、細谷さんの人に対する失礼の線の引き方が面白いですね。じゃあ続いて細谷さん、氷川さんの得意なスポーツは何だと思いましたか。ダンス、なんかすぐ出てこなかったんですけど、こういうやつ、こういうやつ、バレーっておっしゃってましたが、バレーじゃないんでしょ。ないんですよ、ね、もう一回見ていくよ。あ、ハンドボール、あ、ソフトボール。ソフトボール、だけども残念ながらその時はピッチャーだったの。あ、すごい。もう、そして最近ハマっているものは、なんかこんなことやってたよね。私、うん、そうですそうです。これなんだろうね。ワインじゃないの。あ、料理料理料理、これ料理、これがこれが料理。え、これ何表してんのこれは。だから味見、味見。今、って言われてた。さあ、そして、続いてそのハマってる料理って言ってましたけど、得意な料理は。得意な料理、江口くんです、だから。ああ、そういう意味ですね、出たっていうのは。ああ、カレー。そう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 。ああ僕はカレーじゃないですよ。でも20ポイントゲットで、2人とも20ポイントゲットなんで、なんと参考室チーム40ポイントゲット。